勝永楽が奪った魔剣は人の精神を乗っ取り思いのままに操るモズキの世、そして意志を備えた陽気七冊天領。いや、七冊天領は魔剣なんてもんじゃねえ。刀を見た全てを魅了し、人の命を喰らうこいつは剣の形の化け物だ。たくよ、フカンちゃんでは厄介な剣を奪われたもんだぜ。おまけに勝永楽のやつは小狂剣と手を組みやがった。勝永楽の毒を受けるわ、解毒のために両風切刃に貸しを作るわ、もう踏んだり蹴ったりの小フカンと俺たちだったが、それでもやつらの襲撃をしのぎ続けた。むしろ哀れなのは勝永楽の方だぜ。必殺の毒を破られ、小狂剣に裏切られてモズキの世を奪われたこの女は、追い詰められた挙句に七冊天領に見入られちまった。こいつに対抗できるのは目をつぶってでも戦える喧嘩男女の老不要しかいねえ。よっ、待ってました。なんとか勝永楽を撃退したんだが、七冊天領は他の剣士の手に渡っちまう。ここでフカンちゃんの爪の甘さが災いしてな。ロウは最初からそいつのヤバさを見抜いてたってのに、余計な情けをかけて見逃しちまった。結局凄腕の使い手を新たに虜にした七冊天領は、五陰士の砦にまで殴り込みをかけるありさまだ。ほら言わんこっちゃね、ロウの勘は当たるんだよ。